夏空と雲の描き方講座1分解説。まずはキャンバスを青で塗りつぶし、ブラシでムラを作ります。右のような状態を目指しましょう。ブラシと消しゴムで雲を描きます。影をつけましょう。光が当たる部分と影をなじませ完成です。次に入道雲を描きます。これが線画です。線画の上に雲を描いていきます。指先ツールやエアブラシで雲を空になじませます。陰影を描いていきます。影の境界線をなじませます。光が当たる部分にも影を描き込むことで雲に立体感を出していきます。完成です。描き込みを行うことでこのような雲ができます。いいねかシェアをお願いいたします。